2月21日日曜日、市市町田尻にある市市高岡公民館でユニバーサルデザイン発表会が開かれました。ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、障害の有無などに関係なく、すべての人が利用しやすくなるように考えられたデザインのことで、この日は市内の小中学生がこれまでユニバーサルデザイン学習で学んだことや感じたことなどを発表しました。はじめに津市ユニバーサルデザイン連絡協議会会長の高尾幸信さんが、皆さんがユニバーサルデザインについて勉強したことを元気に発表してくださいと挨拶しました。今回発表したのは、市立市市東小学校と市立立陽小学校の4年生、市立セントヨゼフ女子学園中学校の1年生で、さまざまな体験の中から学んだことや気づいたこと、今自分たちにできることなどについて、スクリーンを使ったり実演しながら発表すると、会場に詰めかけた観客は大きな拍手を送っていました。発表会の後半には、身体障害者の心と生活を支える聴導犬・介助犬をテーマに、社会福祉法人日本聴導犬協会の3名の講師と聴導犬・介助犬による実演を交えた講演が行われました。体に障害がある人や手足の不自由な人のサポートをする介助犬や、聴覚に障害がある人に音を知らせる聴導犬による実演が行われると、子どもたちは目を輝かせながら見入っていました。また会場には、車椅子やアイマスク体験ができるコーナーや、ユニバーサルデザイングッズの展示コーナーが設置され、休憩時間には発表した子どもたちや観客が熱心に説明を聞いたり、興味深そうに手に取って眺める姿が見られました。